マニウス・ユエンティウス・タルナは、紀元前2世紀初頭の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前164年に、執政官を務めたが、任期中に死去した。タルナはプレブスである、ユエンティウス氏族の出身。氏族は、ラティウムのトゥスクルムから、紀元前3世紀から、紀元前2世紀にかけて、ローマに移住したと思われる。タルナの父も祖父もプライノーメンは、ティトゥスである。 チチティトスは紀元前194年にプラエトルに就任しており、息子の出世の基礎を築いた。ただ、共和制ローマではタルナは、氏族唯一の執政官である。現存する資料の中でタルナに関する最初の言及は紀元前170年に遡り、この年に五民官に就任した。タルナは同僚のグナイウス・アウフィディウスと共に、 前年の法務官であったガイウスルクレティウス・ガルスをギリシャ同盟国における権力乱用で告発した。ガルスは有罪判決を受け、100万アスという巨額の罰金を課せられた。紀元前167年、タルナは法務官に就任する。役職は外国人担当法務官であった。この時、ローマと友好関係にあったロードスとの間に緊張関係が生まれた。 ロードスは、ローマとマケドニアの和平交渉を仲介しようとしたが、ローマはこれを、ロードスの離反と考えたのだ。タルナは、ロードスとの戦争を主張し、自身が艦隊を率いることを望んだ。タルナは、この件を民会に諮ったが、古民間、マルクス・アントニウス及びマルクス・ポンポニウスの反対に、あった。そもそもこれは前例に反していた。タルナは、元老院にも執政官にも知らせずに、 直接民会で議論したのだ。これまで戦争の問題は元老院に常に図られ、元老院が承認すれば、その問題は民会に提出されていた。結局、戦線布告がなされることはなかった。この挫折にもかかわらず、紀元前163年にタルナは、執政官に就任した。同僚執政官は、二度目の執政官となるティベリウス、センプロニウスグラックスであった。 両失政官ともプレブスである。タルナは頻繁に反乱を繰り返す部族を鎮圧するためにコルシカ族州に派遣された。族州総督は法務官の職であり、失政官が派遣されたということは状況が深刻であったためと思われる。しかしその詳細は不明である。タルナは反乱を鎮圧し、元老院は感謝祭を行うことした。 このことはタルナに知らされたが、報告が届いたのはタルナがちょうど神々に生贄を捧げている時であった。手紙を読んだ直後、タルナは祭壇の前で倒れてそのまま死去した。ワレリウス・マクシムスとダイプリニウスは歓喜がこの死の原因であると考えている。コルシカの軍の死揮はグラックスが引き継いだ。タルナのデナリウス銀貨一部の研究者はタルナが デナリウス銀貨を鋳造したと考えているが、ミュンザーはこれは誤りとしている。この銀貨は紀元前150年代に造兵官ガイウス・ユーエンティウス・タルナが鋳造したものである。ありがとうございます。